作り出す力、なんと力強く、また未来的な響きを持った言葉でしょう。私、このシーマン育成キットのご案内担当をするようになってからというもの、常々感心していたことがあるんです。ガゼー博士の歴史を読み解くと、彼がいかに創造する力に富んだ人物であったか、それがゆえにどれだけ茨の道を歩んできたかを伺い知ることができます。何か新しい価値を作り出すという行為は、今を否定することだったりするので、常に戦いを伴うものです。ですから、何か新しいことを創造するクリエイターには、想像力に加えて必ず強さも必要となるのです。1930年代、このシーマンという生物の存在を学会に報告しても誰も信じてはくれず、学会を追放されたガゼー博士の想像力の翼は、かたくなに凝り固まった俗世界を尻目に、この離れ小島で何千年もの時空を駆け巡り、そして他の誰もが考えつきもしない仮説を作り上げていたに違いありません。謎が減りつつある時代の人間としては、何とも羨ましい限りではありませんか。機械化された社会で、たった一つ人間に残されたもの、それこそが、この作り出す力だと私は思います。